はい、こんばんばチューブのお時間です。昨日かな、えー、SNSFacebook に、あのーまあ、オリンピックに関してちょっとコメントしたんですよね。まあ、コメントしたって言っても、まあ、ほんの12行ぐらいでいろいろオリンピックについて感じることあるけども何か言うと何か言われるから何も言わないみたいなことを書いたらやっぱり。 まあ結局それだけだと何言ってるか分かんないすごい曖昧だと思うんですよね意図してそういうふうにしたんですけどもそしたらや,やっぱりっていうか思った以上にっていうかそれをまずシリアスなことをすごい意味してるって思われた方が結構いらっしゃったと思うんですよね例えばまあ政府のこととかまあ批判とかまああと何ですか IOC とか JOC なんですかまあそういう 結構まあ重いそういうトピックとして捉えられたのかなまあそういういろいろね怒りを持ってたり、あのー、する方もいるのかと思うんですけどもまあで自分はそういうあえて曖昧にしてたんですけどもで思ったのはやっぱりその変換されちゃうんだなっていろんな意味がっていうのは皆さん多分じ怒りを持ってる人はちょっとそういう方したらあ自分と同じ怒りを持ってるとか批判を持ってる。で同じことを 思ってることと同じ意見を聞きたいとかその人も自分と同じことを言おうとしてるってやっぱり変換しちゃう変換っていうんですかね勝手にそういうふうに思う、まあ、信じ込むっていうか思い込むところもやっぱりあるのかなって、ね、そういうこともあるんじゃないかなってやっぱり考えさせられましたね変換するっていうと例えば、まあ、英語語学で言えば英語とかも、まあ、全然英語に接してない日本人の普通の日本人だったらやっぱカタカナっぽく聞こえたりするわけですよね。 英語の音がだそういう風に聞こえるからあのカタカナで思いっきり発音するしリズムもそういうえ自分の体の中にあるボキャブラリー音のボキャブラリーですリズムのボキャブラリーに、えー、それに近いものに変換するからカタカナだったりそういうリズムになると思うんですね。それを自然にやっぱり人間ってやる能力がそういう性質があると思ってて、まあ、ジャズもそうだと思うんですけどねジャズのリズムとかその何ですか温度みたいな頭のりみたいに。 なっってしまううういやぱりそ風に聞こえたりとか、まあ、リズムにしてもタッチにしてもそう,そういう風うに聞こえてくるからそういう風にあに表現するってことが多いと思うんですよ、ね、だから耳が良くなるとその変わってくるってことがあると思うんですけどもでそれはね英語とかジャズだけじゃなくてやっぱり自分の思ってることっていうのもそういうところもあるのかなってねやっぱり SNS なんか通じて結構感じますね。いろんな周りの人にも あの自分の思ってることを言っっってててしいい自分の思ってるここととを聞きたいってことですねだから、えー、そのどっかに対する怒りとかオリンピックをやるべきじゃないとか早く中止しろとか、まあ、そういういろんなそういう思ってる方もいらっしゃってもちろんそのね正当な理由があるんでしょうけども、まあ、自分がい言いたかったのはそういう思いやる,やるべきだとかやめろとか。 一般人がわからないことっていうのもいっぱいあるでしょうし、まあ、それを言及する気は全然ないんですけども。ただ、やっぱりこういう歴史的にもあまりない。こういう状況で。開催されて。何ですか、素直に喜びを表現しにくい。しづらい。っていうことですよね。それがやっぱりアスリートの方々、やっぱ人生をかけて。挑んでる方たち。にとっては、ちょっと不幸っていうかね、残念な。 オリンピックだなってて改めて、ね、感じるんですよ、ね、まあそれをその自分なりにちょっとぼやかして表現してそういうだから何も言わないっていうことでそれを表現したんですけどもで言うべきとか言うべき意見を言えとかまあこういうあのことを期待されてないと思うんですけどもでもまあ言うべきとか。 言えないのは情けないみたいな <laughs> 意見もあったみたいなんでまあ全然実を言えば別に何でも言えるんですよね、まあ、多分多くの人以上にちょっと言いづらいことを言ってきた過去もあるのでまあ結構言える方だと自分では思ってるんですよね改めてねやっぱり競技者たちの姿戦う姿見てるとやっぱり純粋だしねとてもピュアでで正直やっぱ正直に生きてる挑戦者たちってことで。 まあ音楽なんかもいろいろありますよねまあいろんなジャンルでジャズだけじゃなくてただなかなかその実力だけっていうか純粋に音楽のことこだけ考えても生きていくっていうのは難しいしでそうできる人っていうのは多分本当に一握り世界でもだと思うんですけどもでまあたと会社員の方でもその自分の能力だけだ能力の実力だけでは生きていけないことがいっぱいあると思うんですねいろんな世界で。まあ、そう考えるるとやっぱりあらゆる世界 ほとんどの世界よりやっぱり実力で、まあ、実力がは,はっきり形で出るので、まあ、フィギュアスケートとかね体操とかっていうと、まあ、表現とかそれを採点されるんですかだからちょっと人間が採点するのであの、うん、違うところもあるかもしれないですけどもでもまあほとんどやっぱりスポーツってはっきりするのでだからフェイクとか貼ったりで格好つけたりっていう必要がないっていうか。 まあそういう人たちがいないいななのかなと思いますね、まあ、人生の,あの瞬間瞬間それをまあトレーニングだったり日常の生活だったりそれを乗せて背中に乗せて戦ってるそのい生き様がその背中に現れてるからそのやっぱり本物のミュージシャンと同じですよね。本物のミュージシャンも人生のやっぱ全てを一音一音に乗せてだから一音一音にそのドラマが詰まってるようなのがやっぱ本物のミュージシャンだと思うんで。 その姿にやっっぱり涙が出るっていうか喜びですか喜びのまあスマイルとかまあ悔,しい悔しさ悔しい表情涙全ての瞬間がアートになっててで強い人たちってやっぱりすごい優しいですよね強いほど優しいんでまあその優しい人たち強くて優しい人たちを見てるそういう集団を見てるとね非常に心がなんか現れるっていうかリスペクトも持たされるし。 ピアニストのマウリュー・ミラーが言ってましたけどねジャズはあの真実「truth」っていう真実って言葉で言ってたと思うんですけどもだから多分それはまあ有名でも、うん、そうじゃなくてもまあ都心の年齢とか性別とか人種とか関係ないんだとそこの音音で感じる人にとってはその音が真実だから、ね、ってことですよね多分それ全て出ちゃうんだよっていう意味だと思うんですけどもやっぱりそんなところを感じました心が。 揺さぶられるっていうか涙も出るしまあそうならなかったらミュージシャンじゃないんじゃないかなとは思いますよねだってそういうあの本物のミュージシャンの音を聞いて感動しない人間はミュージシャンじゃないと思うのでだからまあ一生だと思うんで。すごご視聴ありがとうございました